文春はずっと高野花の追い方寄りで、はい、今週号も高野花独白第2弾、はい、高野花と恵子夫人がですね、はい、初告白、恵子夫人と離婚じゃないかとかね、いろんな噂が飛んでましたけど、これはっきり離婚しませんということを言ってますよね。はい、恵子夫人はやっぱりさすがに文春がよく、まあ、ずっともちろんその親方サイドの報道してるからあれですけど、はい、捕まえたなと思いますけどね。はい、うん、相撲を見に行って審判やってて、うんうん、審判を辞めて退場する時でも拍手起こってましたからね、うん、貴乃花には。ああそうだよねいや別格ですよ、うん、やっぱ相撲協会の中にアンチの人もいるんでしょうけど、うん、やっぱり貴乃花みんな好きなんだなっていう、うんうん、ね、はい、現体制となんかあるのは分かっててもやっぱ貴乃花はスター、あの空間ではスターだなっていうのを、うん、恵子さんはもう、はい、フジテレビの元アナウンサーでね、はい、8歳も年上で、はい、結婚した時もなんだかんだ言われましたけど、うん、はい、しかし今度の初告白ではですね、はい、こういうこと言ってますね、うん、私は結婚して23年間そばで主人を見てきましたけど、土俵の上で生きる力士としてあんなにも相撲の神様に身を捧げてきた人はいないんじゃないかと思っています、はい、現役引退した後は相撲人気が低迷した時期も親方として身を粉にしてファンとの距離を縮めようと努力してきましたし、貴乃花流のやり方で弟子とは師弟の強い絆を築いてきました。そんな相撲人として歩んできたこの30年間は本当に素晴らしかったと思っています、うん、その主人が自分で決断したことなんです。私は 100% それを受け入れています、はい、なかなかね、はい、奥さんでね、はい、ここまで主人のねやってきたね、はいはい、30年間は本当に素晴らしかったと、はい、言えないよね。言えないでしょうね。普通言わないしな、はい、小森夫人なんか言うかもしれませんね素晴らしかった、素晴らしかった、うん、夫として素晴らしかった。 100% 受け入れてますシャレだけ言わなければいいんですけどいやいや3人の子供がいて、長男は雄一さんはあれですよね、はい、靴の職人をやってるんですけど、はい、そうです。彼もブログでですね、はい、46歳無職になる親父最高にかっこいいとこう書いてます、うん、書いてるそうですけどね、はい、現役時代から些細なことですぐ不仲だなんだと書かれたりしましたし、はい、慣れっこではありますけど私たち夫婦の何がわかるんだと思いますよと、うん、そうですね、たった一度きりの人生ですから一人になっても、戦ってきた主人には肩の荷を下ろしてもらってこれから外の違った世界をたくさん見てほしいと思っています。我が子同然の弟子たちと離れ離れになったのですから手放しでこれでよかったというつもりはありません。でもバラバラにされることなく以前は高野花にいた信頼のできる千賀浦さんのところに移ることができました。主人と弟子の絆は一つ屋根の下で住むことなくなったとしてもこの先もずっと続いていくでしょう。だから私は自信を持って主人の決断を支持できるんです、うん、なかなか良妻というか偉いすごいなとこれを読むと、はい、びっくりしましたね、うん、なんか最近こう看病してないとか、うん、そうそういろんなことが言われてね、現場にいなかったとかいろいろ言われてたんで心配だったんですけど、うんうん、これは立派な、うん、そうですね、はい、まあ、週刊文春だからというね、はい、こともあるかもしれないけど、はい、安心して話してるんでしょうね、うん、出馬については高野花自身がですね、こう言ってますよ、参院選出馬。出馬の打診も相談もありません。否定すればするほど本当は出るつもりなんじゃないかと思われたりもしますが、ありえない話です、うん。私の支援者の中にも実は選挙に出たらいいじゃないかという人の方が多いですけど、多いんだね。はい、私の性格からして出ないといえば出ないものと皆さん理解してくれていますよと、こう言うんですけどね。この中でまたちょっと触れてるのは示談交渉の内幕がなぜか一方的に漏れ出したと、調停が不調に終わるとね、はい、で高野岩側が求めた損害賠償額は合計2400万円、先週だったら3000万円と書けてありましたけど、ところが春馬富士側が交渉段階で提示したのは当初30万円、その後に50万円と両者の認識には大きな隔たりがあると、はい、これはどうなんですかね、はい、2500万円かが適当か、うん、50万円が適当か、はい、一致しないんだから、まあ、最終的には裁判所で判断してもらおうということになるなったわけですけどね、はい、まあ、僕は妥当な、プロの選手が出れなくなるわけですから、しかも今すごい伸びて、まあ、伸び盛りの時に
2場所ぐらい出れないっていうのは相当なハンデですから、金額はそんなもんかなというふうには、2000万。お金に困ってるなんていう話もですね、はい、高野は明らか、うん、明快に否定してますね、うん、現役の時私が谷町から10億円を集めて株で大きな借金をしたと週刊誌に書かれたことがあります、うん、それが未だに信じられているかもしれないですけど、全く根も葉もない話で、当時も強く抗議しました。自宅のローンは残っていますけど、お金のやりくりはできているし、ご心配はいりません、うん、何かにつけて私の不都合な事実を探ろうとする動きがあるんですが、ずっとその繰り返しですよと。その巡業中倒れた件もですね、うん、お医者さんが調べてくれましたが、どこも悪いところはなかったんです。私は今も健康体なんですが、精神的なダメージの蓄積って自分ではわからないじゃないですか。搬送されたことはそれを知らせるサインだったのかもしれないし、良い経験になったと思いました、うん、はい、なかなか ね、うん、さっきのその汗かいてるっていう話はどうなんですかね。まあそうですね、うん、はい、まあでもあの時って先場所ってもう一番プレッシャーかかって、多分突きつけられてね、やめろとかいうふうに相撲協会から言われてた時なんで、もう、まあ、相当悩んでた、悩んでたかもしれないですね、はい、やっぱ嫌なことあると血が濁りますからね、はい、体の血が。相撲について語るときには自然と熱がこもると、うん、相撲協会の歴史は100年足らずですけど、相撲の歴史は神話の時代にまで遡ります。その頃から存在している土俵をなくしちゃいけないし、なくなることはありません。相撲は古来日本に根付く伝統文化であり神事です。私は昔のように神社や仏閣、あるいは学校に土俵を増やす活動をやっていきたいと思っています。それは将来大相撲を担っていく子たち、人材育成の源になりますからと、第二の人生を見据える高野は最後にこう締めくくった。この先どうやって生きていくか、やりたいことはたくさんありますし、具体的にはまだ決まっていないことだらけですが、うん、土俵を増やす活動、それが今後の人生で一番の生きがい、楽しみになると思います、はい、非常に立派なんですよ ね、はい、このを読むと、週刊文春の字を読むとね、はい